はい、それでは両方ごとく石ですね、続きやっていこうと思います。土佐勤王党か、とにかく兄弟に会いに行くか、どこにいるのか、町のやつにでも聞いてみようということで、土佐勤王党っていうね、土佐藩の身分社会をぶっ壊す組織ですね。そこにまあ、坂本龍馬こと桐生ちゃんの兄弟分の武智半平太さんって方がいるので、その人に会いに行くことになってますね。なんかこの人後ずさいさんだけど、どうされました？ちょっといいか、土佐勤王党の武智を知らないか。あ、武智先生のことか。それなら武智道場じゃろ。今の時間なら稽古してるはずじゃ。え、町の北東にあるでかい屋敷じゃっけ。はい、なんかあっさり教えてもらいました。そこ復活してない。復活してる銅の皿、お金になるからいいですね。この土佐という国は何と言いますか、上司様は下々を人間扱いしてくださらない。娘が大人になっても今のようなことでは前にも不憫で、あなたのようなお方が上司様でいればこの国もきっと良くなったでしょうに。壺復活してないか。こっち側見てますね。武智道場というところにいるみたいですけれども、あ、ここ危なかった。セーブポイントもちょっとセーブしていこうかな。セーブセーブセーブ。やっぱ恵比寿屋みたいなさ、なんか皿を売れるお店とかないのかな。どこなんだろう。お金に変えたいのだが。こんにちは。武智道場、ここに武智がいるのか。なんじゃ、恩師は。坂本龍馬という武智半平太に会いに来たんだが、取り継いでもらえないか。坂本龍馬、おまんが俺を知っているのか。あいにく武智先生は稽古中じゃ。それにお前が坂本龍馬やっちゅう証拠もないしな。どこのもんとも知れんやつを先生に合わすわけにいかん。お引き取り願おう。ちっとさ、勤王党ての案外面倒な集団あるし、親さんが言ってたのはこういうことか。仕方ない、武智に合う方法を探す。ガーン、あっさり合わせてもらえねえ。どうにかして自分が坂本龍馬だってことを証明しなきゃいけないってことですかね。どうやろうか。あ、井戸なんかありますか。あ、お水、はい。おやさんどうすればいい。お野菜いるかな。ここにも壺が。ノクターン入れない。ガーン。あ、なになになに。はよう金出せや。ひー、わしら土佐勤王党なめちゃうか。わかったらはようみかじめ出さんか。うわ、もうヤクザやん。武智先生がそんなこと言うはずがないやろうが。お前の全員偽物やろうが。やかましい、勤王党に歯向かうとどうなるか教えてやろうか。ひー、正直驚いたで、土佐勤王党ってのはこんなクズの集まりなのか。助けてください、こいつら勤王党を名乗って店から金巻き上げてるんです。我何者じゃ、邪魔した命じゃねえぞ。いいだろう、相手してやる。ちょうど自分の剣の腕を確かめたいと思ってたところだ。はい、あ、剣使うんですね、今回は。はい、偽物ですね、パチモン。土佐勤王党、偽物の人。人の方は力を貯めての大きな一撃と多彩な防御回避技が特徴の方です。サミダル崩し敵の、丸ボタンが、はいはいはい、あ、はい、めっちゃ。あ、キュアミン技使いたいのにな、なんかタイミングが。あ、そっか、ちょっと待って。あ、こういうことね。はい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 。で、敵を全員倒す。
ちょっと待って、なんか刀やりづらいな。ギャルマンの使いたいのに、僕たちが大技、オッケー、東急っていうのがあれかな、あの従来で言うとこのソウルみたいな感じですね。はい、ありがとうございました。どうした、もう終わりか。耳逃してください。わしら単なる浪人で、勤皇党とは一切関係ないんです。本物の勤皇党やったら今道場で結構やりゆうはずです。道場はそこの階段上がって東にあります。わしはそうそう用事があるっき失礼します。小物目が、さすがじゃ見事な剣さばきじゃ。そしたら勤皇党の声、島田なんて言うんだろう、弥平っていうのかな。あ、どうも。その姿に何よりその剣の腕間違いようがない。武智先生の言うてた通りだ。とさ、勤皇党名士武智半平太先生よ。武智が先生か。あれほど文武両道にいたき信頼された先生はおら、わしらのような豪士に生きる術を教えてくれる。この国を変えるが武智先生生きるとさ、勤皇党しかおらんがじゃ。さっきあの浪人たちが勤皇党を名乗って悪事を働いてのわしらの困っちょったところじゃ。武智先生がお主のことを探しいや。武智は俺を今道場は稽古中なんじゃが、お主に特別に入場許可が出ておる。はよ武智先生にこてくれ。門番にも話を通しておくとさ、勤皇党への入門を歓迎してくれるはずじゃ。おお、これでいけるようになりましたね。ようやく会えますね、武智先生に。気軽に今日は何でしょうか。こんにちは。再び食って悔しかろう悔しかろう。はい、銃の練習や。刀やないんやな。てで、勝則さん、武智先生なんだ。やっと戻ってきやがった龍馬。 いい声だよねこの人ね。俳優さんですけれども、もう大ベテランですね。あの武智先生、もしかしてこん人が。ああ、以前からお前らにはよく話して聞かせている俺の唯一無二の兄弟分であり、筋肉やば、土佐最強の剣士坂本龍馬だ。兄貴分や。これが土佐勤皇党か。ん？お前何やらかしてきたんだ。傷だらけじゃないか。つまらねえ話だ。それより兄弟、東洋のおやさんと剣後私塾で話してきた。そうか、なら話は早いな。みんな聞いてくれ。龍馬はこの一年江戸へ剣術修行に行っていた。背中すごい傷だ。今日からこの坂本龍馬を土佐勤皇党の筆頭としたいと思う。どうだ。筆頭ほいったからいきなり第二席幹部のさらに上じゃちゅうことですか。あ、ないない、なんか反対してる人いそう。ちょっと反感買いそう。大丈夫かな。おい、見たか、俺がお前を筆頭にすると言った時の連中の反応。最近は勤皇党も妙に堅苦しい組織になってきしまったからな。いい起爆剤になったろうぜ。高三の連中からはあまりよく思われないだろうが。いいんだよそれぐらいで。あれぐらいの刺激がねえと下の連中も焦らない。組織ってのは固まっちまったらしまいだ。土佐藩がいい例だろう。まあそうだが、まだ痛むのか背中。ん？おお、これか。いや痛みはねえさ。
まあ後だけは派手に残っちまってるがな。すまねえ兄弟。もう謝んなって言ったろ。いつの話だ。15年前だ。だが今でも昨日のことのように思い出す。まあ忘れようったって忘れられねえか。上司による焼き打ち、目の前で両親と家が焼け落ちるのを見ちまってんだからな。あの時兄弟が助けてくれなかったら、俺は両親ともども灰にされてた。なんか認識出てくんのかな。だが俺を助けたせいで兄弟は大やけど、うん、本当にすまないと思っている。キリュウちゃんの兄弟といえばやっぱ錦のイメージ強いからさ。だから謝んなっつってんだろ。今回武智先生だからね。謝るのはお前じゃねえ。ちょっと嬉しいような悲しいような気持ちなんですが、お前の家と家族を焼いた上司どもだ。だろ。ああ、龍馬、俺とおやすさんは土佐藩を変えるつもりだ。当然お前にも力になってもらいたい。あらかたの話は聞いてる。だが実際のとこ何をする気なんだ。土佐藩の天守高知城を襲撃するのさ。土佐勤王党の党員500人でな。襲撃だと。襲撃っつっても実際には手を出さずに終わるはずだ。城を包囲して勤王党の覚悟が藩の上層部に伝わればいい。その上で親父さんが城を牛耳る老人たちに隠居を迫るんだよ。万が一老人たちがそれを拒めば、当然その場合の軍備はできている。そうやって空いた席に勤王党が座るか。お城ごと乗っ取る。ああ、すぐそこに迫る危機、命の危険を感じて初めて上司連中は自分たちの考えの浅はかさに気づく。ガチガチに固まっちまった土佐藩の身分制度を壊すにはそのくらいの荒療治が必要だってことだ。なるほどな。黒船が初めてこの国に来た時と同じさ。脅威というものを感じることで人間は動揺する。変わらなければならないと考えるようになる。そういうことだ。豊洋のおやつさんは剣後私塾を開いている時からこのことを考えていたんだ。多分な。あの人はお前に剣を、俺には政治と学問を叩き込んだ。それも全てはこの計画のためだ。そうだったのか。だがもう剣が役立つこともなさそうだな。ん？どうしてだ。きっと剣で人を切るという時代は終わるんだろう。実際さっきお前もピストルの練習をさせていただろう。いや、それは勤王党の連中には剣の才がないからだ。剣はいくら教えても才能がなければうまくならない。だがピストルは違う。練習さえすれば戦力になり得る。万人に平等な武器というわけだ。平等な武器か。龍馬、俺は身分という壁を壊そうとしてる。だがたとえそれが実現したとしても、人間は決して平等になんかならない。うん、才能があるものとないもの、身分という壁はなくなっても今度は別の壁が立ちはだかる。だから俺はどうにかして、どんなに学がない人間でも
どんなに剣が触れない人間でも、せめて楽しく生きられる世の中を作りたいと思ってる。兄弟。この二人さ、敵になったりしないよね、後々。金の塔の一員として。ちょっと怖いんだが、リュウコとか平気でそういうこと言ってくるからさ。俺たちが剣や銃を持たなくてよくなった時、その時初めてこの国に真の平等が訪れる。それまで俺と一緒に戦ってくれないか。土佐勤王党を俺と一緒に支えてくれ。頼む。今晩高知城で東洋のおやさんと今後の話をすることになってんだ。高知城行くんですね。一緒に行かないか。あ、行きます。そんなに大っぴらにあって大丈夫なんか。なーに、高知城まで行けばおやさんの謹慎が招き入れてくれる手はずになってる。大丈夫だ。そうか。それじゃあお前は表で少し時間を潰しててくれ。俺もすぐ支度していく。うん。吉田東洋のおやさんは土佐藩に紛れ込んでる裏切り者ってことやろ、言うならばね。よし、ということで、じゃあ今回はここまでにしようかな。武市の支度が済むまで酒でも飲んで時間を潰すかと。ちょっと予想していいですか、私。武市先生、キリュウちゃんの敵になると思うんだね、おいおいね。あの、なんでかっていうと、あの、あくまで予想ですよ、私のストーリーの予想だけど、土佐城を乗っ取って、なんだっけ、あの土佐勤王党が、あの土佐藩よりも上になるじゃん。で、そしたらさ、武市先生さ、やっぱり権力を手に入れるからそれに溺れちゃってさ、で、あのキリュウちゃんがお前土佐勤王党を建てた時の希望だとか、そういうのどこに置いてきたんだよ、どうしてそうなっちゃったんだよみたいな感じで敵になって、で、最後、滝先生、死ぬ気がする。って予想しとこうかなと思います。はい、じゃあ、お疲れ様でした。